フレームチャンネルへようこそ。はい、というわけで今回は今話題のあの映画、はい、映画弱虫ペダルの撮影で実際に使われた自転車をご紹介いただけるということで、はい、本邦初公開、はい、イエーイ。というわけで、はい、映画弱虫ペダルの鑑賞されていた、はい、になりますが、自己紹介お願いします。はい、ワイズロード越谷店の店長、奥平と申します。弱虫ペダルの映画の監修をさせていただきました。はい、すごーい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけで、1台目なんですけれども、はい、もうね、こちらにあるんですけれども、はい、赤い自転車といえば、はい、はい、これは坂東さんが使っていた、ナルコ役の坂東さんですね、が使っていた赤いピナレロです。もう、はい、ナルコくんはね、派手の赤が大好きですからね。はい、なのでこちらはもう制作サイドから赤い自転車をピナレロで用意してくれということで、まさにこちらの自転車になっています。で、特徴的なのはもちろん赤いこのピナレロなんですけれども、ナルコといえばスプリンターですよね。はい、そうですね。はい、なのでホイールもスプリンターらしくホイールハイトがあるものをちゃんと使って、なるべくあのスプリンターらしさっていうのが出るような、パーツ構成というふうになっています。結構ボロボロになってて、はい、結構練習されたのかなっていうのが、練習からもずっと使っていたので、俺は転んだのかな、ねえ。いや、気になりますね。そうですね、はい、ではどんどん続いての自転車も紹介してもらいましょう。はい、はい、というわけで2台目の自転車はこちらの青い自転車ですね。はい、伊藤健太郎さんですね。こちらは、今泉役の伊藤健太郎さんが乗っているスコットアディクトでございます。これ実はこの青色のスコットの自転車って世の中にないんですよ。あ、そうなんですか。これはどうされたんですか。これはね、色塗ってます。カスタムペイント。え、めちゃくちゃ綺麗で、ね、全然わからない。はい、すごくこれこだわって色塗らせてもらってて、でデザインは一応僕がベースは起こしています。はい、じゃあ映画のために作られた1台なんですね。そうですね、はい、もう完全にスペシャルな1台になっています。そうですね。パーツ構成も今泉といえばオールラウンダーなの で、はい、そうですね、ホイールもオールラウンダーのホイールを使っています。マビックのキシリウムを使っているんですけども、実は知ってました、漫画原作の中でもキシリウムから使っているんですよ。そこまで、そこまで知らなかったね。実はこれ再現の細かいですね。で、こういう小物もライトとかサドルバッグとかもついてますけど、うん、これも劇中で使われたものそのままついてる状態です、ね。サドル感がいろいろ怒られちゃうかな。まだまだあるので、はい、じゃあ続いての自転車に行きましょう。はい、はい、続いては3台目の自転車、はい、こちらはこれ総北の3年生ですね。3年生、3人いるんですけど、はい、田所役の菅原さんが乗っていたスペシャライズドのターマン、はい、肉弾列車。そうですね、はい、どうですか、なんか特徴的なところありませんか。やっぱり田所さんってもう、まあ巨漢 で、 そうです、ね、肉弾列車ってほどのこう、はい、いかつい自転車乗られてる感じ、はい、このホイールあたりで。そうですね、ホイールもやっぱり特徴、すごくやっぱり、はい、あの一番乗る人の特徴が出るのがやっぱりホイールになるので、これマビックの、コスミックカーブですね。そうですよね、を使っております。コーンを蹴散らしていきますもんね、田所さんはね、なるほど、一緒にね、はいはい、なので、まあ、そういうのを再現している自転車でございます。はい、男らしさを感じる一台です、ね。そうですね。それでは続いての自転車いきましょう。はい、はい、続いての一台はこちらになります。はい、こちらは、同じく3年生の、牧島役の柳さんが乗っていたタイムになります。はい、はい、あの牧ちゃん、私ちょっと原作の中でも一押しのキャラで、さすがにこうタイムに乗ってることは知ってたんですけど、はい、でも本物のタイムってこんな派手なのか、最近売ってるの見たことないんですか。そうですね、最近のタイムはすごくシンプルなのが売りなんですけども、うん、これはすごくあの古いモデルになります。原作当時に書かれてたタイムが多分これに近いモデルなので、うん、探してきて再現しました、はい、じゃあもう貴重な1台ってことですね。で、しかも当時のフレーム価格がやっぱり60万とか結構したはずなので、フレームだけで60万、はい、なので、え、じゃあ完成車っていうか総額多分3桁いくんじゃないですか。3桁、はい、100万超え万超えです。でもあの原作の中でもマキちゃんって、はい、あの
お家がお金持ちそうですね。でマキちゃんの私服自体も結構派手なものが多くて、ね、ちょっとここだけ主張がね激しくなっちゃいましたけど好きなんですね。はい、はい、私は先輩役のね頑張ってらっしゃる1で、そうですね、パーツもカンパニオールを使って、うん、これも劇中で、原作の方で書かれているので、うん、ここもちゃんと再現して、はい、でペダルも、タイムちゃんと使って、ステムも全部タイムですね。でも、はい、まあ、本当に派手だし、はい、まあ、ピークスパイダーで ね、 そうですね、山を登る一台ですよね。実はね、このサドルも、はい、原作よく読むとセライタリアっていうロゴが書いてあるものがあって、それをもとにこのサドルにしてます。細かい細かいです細かい、はい、こういうところがやっぱり楽しいですね。いいですね、はい、では続いての1台、はい、はい、というわけで続いての1台、こちらはどなたが乗られてたんですか。はい、これはもう金城キャプテンですね。はい、はい、流星さんが乗っていた、金城さんのトレックです。はい、こちらはやっぱり特徴的なのはプロジェクト1っていうもので作られている1台っていうのがすごく特徴なのかなって僕は思ってます。プロジェクト1って何ですか。そうですか、はい、トレックは一番上の SLR モデルっていうのは全部色の仕様を自分で選んで、ホイールも自分で好きなの選んで、パーツも好きなの選んでって言って、自分で好きな仕様をサイト上でこうやって組み合わせて作ることができるんですよ。なので、じゃあオリジナルのカスタムした1台をもう頼んだ時点でそれが届く、はい、そうなんです。そういうサービスをトレックさんもやっていて、で金城さんといえばやっぱり白くて黒ロゴのトレックっていうのがすごく特徴なので、まあ、それを再現するためにカスタマイズで作ったっていうのがすごくこの自転車の特徴です。ホイールも彼はオールラウンダーなので、iOS の XXX4 のホイールもちゃんと履かせて、で色もこだわっているので、まあ、トータル的に見て、あ、金城さんのバイクだっていうふうに分かるように作っております。ザ・総北のキャプテンのバイクを、はい、もしかしたらみんなも同じのをそっくり作れる、作れますよね、プロジェクト案でね、はい、ただこれは結構いいパーツで組んでるんで、3桁超えいくの、これも3桁すごいですよね。うん、はい、そうですね、まあでもね、ファンの愛の気持ちを込めてね、はい、まあ、ねはい、金城さんらしいかっこいい自転車ですね、はい、というわけで5台のね、はい、劇中の撮影で使われた自転車を紹介してもらったんですけれども、はい、小野田坂道くんキャンプの電車が私を見とこったんだけど、そうですね残念ながら今絶賛貸し出し中で、はい、映画の宣伝が今佳境になっている状態なの で、ね、はい、そちらで今使われているので、ね、見ていただくためにね、そうですね、まあ、結構ねスペシャルにカスタムしてある1台ではあるので、映像の中でどんな感じの自転車になっているかっていうのはチェックしていただけると嬉しいなと思います。はい、そういうことだそうです。残念です、はい、というわけでね、私もいろいろなのを紹介していただいて、はい、私もまだ見てないんですけれども、このね、動画を見てくださってて1回見たよって方もまたこの動画を見て細かい部分の自転車のところを聞いて2回目見るよとか、これから見るよって方もぜひね、自転車の一つ一つのパーツに少し注目していただいたら、興味持ってもらえば ね映画がよりもっと面白く見えるんじゃないかなと思います、はい、というわけでこの動画が良かったよ面白かったよって方はグッドボタン、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。チャンネル登録はこちらから、他の動画はこことここから見てね。